昨日グループで富士登山をしていた男女2人が滑落する事故があり今朝女性1人が救助されましたもう1人の男性はまだ見つからず捜索が続いています昨日午後2時ごろ富士山御殿場ルート8号目付近で4人グループで登山をしていた男女2人が滑落しました通報を受け昨日夕方から 県警山岳遭難救助隊が15人体制で捜索を開始きょう午前5時ごろ滑落した女性1人を8合目付近で救助しました救助された女性の命に別状はないということですもう1人の男性はまだ見つからず捜索が続いています